コミケアで出した、えー、同人誌、現在メロンブックスさんで委託販売しております。えー、もしよろしければ、まだね、えっ、ー、と、コミケアに行けなかった人、まあ欲しいなと思っている人は、まだね、もうちょっと在庫があるので、よろしくお願いします。まあ、宣伝はね、こんなところで、まあ、今後もね、ちょっと、来週ぐらいまではね、ちょっと宣伝を挟ませていただきますが、あのー、 アドちゃんっているじゃん。アドちゃんがさ、なんかさ、自分のさ、ライブ音源とかさ、ライブ映像とか音源とかさ、を見てさ、発狂する切り抜きあるじゃん。あとあの、メンヘラですかって質問に,こに、あの、苦問しながら答える切り抜きあるじゃん。いいよね。抜けるよね。どうにかしてね。 アドちゃんと結婚したいなと思ってる、アドちゃんガチ恋勢なんですけれども、あの、そんな、ザレ事はともかく、えー、今回はですね、マッチングアプリの話、定期的にね、あのー、やってるんですけれども、もう過去にマッチングアプリの話ね、3本ぐらい出してると思うんですよね。まあ、その続きです。まあ、今までの動画を、 見てない人に軽く説明すると、まあそちらのね、動画もぜひ見てほしいんですけども、あのー、今年の1月からマッチングアプリ始めて、まあ今までね、一度も人生において彼女いなかった人間が、もうアラフォー40歳目前にして、ちょっと、マッチングアプリ始めてみたっていう話なんですけども、今までこう、 マッチング自体は、まあ、できるんですよ。そんなスペックの俺でも、うんで。それでちょっとあの、何本かね、動画を出してきて。で、マッチング、あの動画の中で、今まで喋ってきた中で、まあ、全員が全員じゃないですよ。マッチングしただけなら他にも何人かいるんですけど、まあちょっと、動画の、ね、ネタになるようなエピソードがある人をちょっと抜粋して紹介して、まあ、アルファベットで言うと、A、B、C、D、E、F、 G さん、前回の動画では G さんまで話したのかな、うん、?A さんが初めて、あのー、マッチングして、あのー、会話がねもちろんマッチングアプリ内での会話がスムーズに進んだ人なんだけどいざね LINE を聞こうと思ったらなんかいつの間にか消えてた消失してたっていうね、うん、ブロックされたかもう本当にマッチングアプリを 大会したかで B さんがマッチングしてメッセージのやり取りいい感じにやり取りして初めてね LINE まで交換していついつどこどこで会いましょうっていう約束をして俺がその場所に駅まで行って下見をして帰ってきたらブロック宣言されたっていう人ですね。 うん、まあその間ちょっと何日かメッセージをしなかったってだけで理由で、うん、さよならされたっていう人ですねで C さんがマッチングして LINE もやり取りできて初めてお会いできた人ただお会いして「ありがとうございました」ってお礼の LINE をするじゃん送るじゃん当然だけど既読にはなったけど返事が返ってこなかったっていう人ですね で、D さんがマッチングして、えー、LINE とかも交換して、そのお会いする前に、ビデオトークしたのかなビデオ通話したんですよ。で、いい感じで会話が弾んで、えー、直接お会いしたんだけど、その後、あのー、<laughs> LINE 送っても、既読がつかないっていう、ね。まあ、おそらくブロックされてしまったっていう人ですね。E さんが、 えまた B さん同様 <laughs>、約束、いずいずどこどこで会いましょうって約束したのに、直前ドタキャンブロック宣言されたっていう。まあこの E さんの場合は B さんとちょっと違って、まあ本当に私が悪いんです、本当申し訳ないですって謝ってくれた人なんで、まあ理由はちょっとね、まあ動画の時も言わなかったんだけど、まあまあしょうがないかみたいな感じで。結局 会えなかった人で,で、F さんが、あのー、マッチングして、LINE もやり取りして、直接お会いできました。ただ、その後、で、その後もね、LINE 送って、ちゃんと記録にもなって、返事もく,くださるんですけど、ちょっとあの、いろいろちょっと忙しくて、なかなか次の2回目のタイミングがつかめない感じで、<laughs> そのままっていう。 なってる人ですね。だから、まあ、とはいえ、ちゃんとね、記録するし、返事も返ってくれるから、もう全然マシな方ですね。うん、本当にで、えー、ABCDF、G さんに、多分前回のマッチングアプリの動画で会ってくるみたいな話をしたんですよね。な,なんで、こっからですね、続きは。はい、会ってきましたよ、G さんと。で、あのー、すごく終始にこやかな方で、 あの年齢で言うと、まあ、ほぼほぼ同世代。まあらほぼ同世代なんだけど、まあ、厳密に言うと、自分より2歳か3歳ぐらい年下の方ですね。まあ、言うてほぼほぼ同世代の方で、すごく、あの、直接お会いした時も、あの、お話が弾んで、で、あと、なんかこう、自分がさ、まあ、自分の職業とか詳しくは、プロフィールには明かしてないんですよ。だけど、 まあおおよそだけどそういうことを本当にね自分の仕事のことを詳細のことを言っても多分まあ、そこまでドン引きはされないかなって感じの人ですねまあその方も漫画とかアニメーションとか、まあ、そういうまあ、いわゆるオタク文化とかそういうのにはすごく理解を示してるまあご本人も多分そんな感じだと思うんだけどうんでそこまで あのちょ自分とね直接会った時はすごくにこやかな対応してくれたんだけどまあ基本的にはそんな社交性の高い方じゃないですみたいな、えー、方でまあなんとなく波長が合いそうかなって思ってたんですよね。でまあこういろいろ <laughs> 話をしてまたあの連絡先もね交換してで、えー まあ次が、もうね、正直ね、もう今までさ、もう A から F さんまで、まあ、F さんはそんな悪い人じゃなかったけど、もういろいろありすぎてさ、短期間だけどいろいろありすぎて、もうね、正直、この G さんと喋ってる時に、あ、俺もう正直、心の中でもう俺、この人でいいやって思ってたんだよね。もうええよ、この人でって <laughs>。ちょっともう投げやりなあれだけど、もう,もう疲れたみたいな <laughs>、下手な、 鉄砲の撃つ数がまだ全然少ないよって思われる人もいるかもしれないんだけどもうね疲れたわ結局マッチングアプリも半年間だけ課金しててもうすでにねそれ以上はやらないって決めててもうねもうこのじいさんでいいいいな俺はって思ってたんですよねただただねあのその後、まあと2回目の約束したかったんだけど、まあ、お互いちょっと 俺自身もちょっと仕事が忙しくなっちゃって、まあ、ゴールデンウィーク期間も挟んで、まあ、お相手もね、お仕事もあるし、お休みも多分予定もあったと思うんで、なかなかね、ちょっとタイミングが合わなかったんですよ。全然。で、俺もう一つ、ちょっと、あの、それからしばらくちょっと間が空いてしまって、じいさんとは連絡も取らずみたいな。忙しいっていうのと、連休が来てしまったっていうのと、 あともう一個理由があって、初登場 ABCDEFGH、H さんです。H さんの存在があったからですね。H さんは、この G さんとお会いした直後ぐらいかな、マッチングできた人なんですよね。多分、H さんからアプローチをかけてくれたと思うんだけど、なので、ちょっと俺も忙しくて、 ただその合間、もう一回 G さんと会うよりは、この H さん、新しくマッチングできた H さんに会う時間に当てたいなと思って、スケジュールを組んでたんですよ。で、H さんと、あのー、マッチングアプリ内で、こう、メッセージのやり取りをして、その後 LINE も交換できて、いろいろお話をして、で、そうそう、ちょっとじゃあ、 直接会ってお話ししてみませんかみたいな提案をして約束を取り付けたんですよ。あの、俺がまあどこどこであお店もね、俺もお店も予約したんですよあ。ちなみにその予約したお店がさっき言ったじいさんと全く同じ店です。<laughs> もうめんどくさくて <laughs> 新たな店を探し出すのがめんどくさくてもう待ち合わせ場所も待ち合わせ場所っていうかそのお店の前にしたんだけどもう このお店でいいや。もうじいさんと行った時でまあよかったからもう、あの、H さんともこのお店でいいやと思って予約したんですよ。で、いついつどこどこ、このお店でどうですかみたいな感じで、で、了承して、H さんも了承してくださって、じゃあ、何時にお会いしましょうって約束をしたんですよ。でさあ、まあ当日行ってさあ、 毎回俺、あの、同じパターンなんだけど、まず、まあ、もちろん遅刻はしないように早めに行って、で、えっと、待ち合わせ場所について、で、その時に、自分の写真を撮るんですよね。もちろん、マッチングアプリだから、自分の写真とかはもうすでに出してるけど、まあ、当日、どんな格好してるかっていうのを分からせるために、写真を撮って、送って、 ああこんな格好で今いますみたいな感じのパターンを毎回やってたんですよ。今まで会ってきた人全員に。うん、で、今回も、あの、約束の時間の5分前か10分前ぐらいに、俺が着いて、写真撮って、送ったんですよね。送ったら、すぐちゃんとあの既読になって、こう、あ,あ、もう、じゃあもうすぐ来てくれるのかなって。 思ってたんだけど、思ってたんだけどね、来ないんですよね。<laughs> 約束の時間になってもね、来ない、いらっしゃらないんですよ。お姿が見えないんですよ。でもちゃんと記録にはなってるんですよ。今着きました、あこんな感じでいますっていうのと、メッセージとあと写真にはちゃんとパッと記録になったんですよ。すぐその場で。なんだけど、 いらっしゃらないんですよね。で、まあ、まあまあまあ言うて、うん。まあ別にちょっとぐらい待てるじゃん。5分経ち、10分経ち約束の、約束の時間からね。5分経過して、10分経過して、15分経過して、あれ大丈夫かなって思って、もう一回 LINE 送ったんですよ。あ、今どのあたりにいますかみたいな。 その,その間、待ってるで何も連絡来ないから、今、どの辺りにいらっしゃいますかもうちょっとかかりそうですかって LINE 送ったんですよ。したらね、既読にならないんですよね。いつまで経っても既読にならないんですよね。いやー、俺ね、マッチングアプリ始めた時に、こういうこともあるだろうなって覚悟はしてたんですよ。っていうのも、あのー、 婚活漫画、すごくヒットした婚活漫画で、三田内直子先生っていう方のね、漫画で、あの,あの方も婚活サイトでご結婚相手を見つけたっていう単行本を出してて、ご自身の視点の単行本と、あとご結婚されたあの相手の男性の視点の単行本、両方出してるんですよね。両方単行本を買ってもうめちゃくちゃ面白いからこれ読んでほしいんだけど、その、 だ男性、お相手側の視点の時に、そのお,お相手方も、あのー、婚活されてて、その、三ら谷直子先生に出会う前に、いろんな方とマッチングしていったんだけど、その中のエピソードで、待合先輩社員に着きました、今ここにいますって連絡をして、で、来ないっていう。<laughs> その時は、まだ、あのー、 LINE とか多分なかった時代だから、電話されてた,たっぽいんですよね。電話とか。で、今今、ここにいますって言って、相手から、えっと、今、もしかしてこういう格好をしてる方ですかって言われて、あ、はい、そうですって言ったら、ブツって電話切られて、それ以降、一切音沙汰なしっていう <laughs> パターン。要は、向こうがこっちだけを確認して、帰るっていう <laughs>。会わずに帰るっていうパターンね。が、 俺がマッチングアプリの登録を始めた時、俺にももしかしたらね、あ、そういうことが、ね、あ,あるかなあるかもなって覚悟はしてたんだけど、いやー、本当に、あったよ。マシかと思って。俺最初ね、釣り、釣られたのかと思ったんだけど、でも、あの、まあ、別にあお相手方を悪く言うつもりはないんだけど、釣りだとしたら、 釣りにしては、その方のプロフィールがちょっとさすがに地味すぎるし、年齢も俺と同いほぼほぼ同い年だけど、正確には2歳ぐらい上、2歳か3歳ぐらい上の方だったんですね。だからこのプロフで釣りはちょっと考えにくいしなと思って、あーってことは、もしかしてついさっきまでその辺にいたのかなと思って。 で、いつまでたっても来ないから、もうね、ズーンでね、気持ちは当然落ち込むよね。うわ、出たー覚悟はしたけど、本当に出たーと思って。はぁ。でさ、もう店予約してるわけじゃん。予約してるわけじゃん。<laughs> 予約してなかったら、俺もその場でまあ、帰りゃいい話なんだけど、それでもきついのに、予約してるわけじゃん。え、どうすんのこれ、と思って。仕方なく、もう入ったよ、一人で。一 <laughs> 人で店に入ったよ、うん。いいロケーションが眺める店に入ったよ。で、こう、 ああ予約手段なんとかですって言って、店員さんに行って、で、まあ、あの予約人数ね、二人に、大人二人でやってたからさ、なんか席に案内されて、まあ、大人二人っつっても座席はね、四人ぐらい座れるようなテーブルに案内されてさ、そこを四人です、四人ぐらい座れる座席に一人で座ってさで、店員さんがさ、何も言わなかったよ。何も言わなかったけど、あの、最初に持ってくるお部屋は、 二つ持ってきてくれて <laughs>、それを <laughs> 一つは俺の前に置いて、もう一個は向かいの席に置いてくれて、<laughs> ご注文決まりましたら、なんちゃらって、<laughs> またお声がけくださいみたいな感じでさ、あ、はいみたいな感じで。で <laughs>、注文してさ、なんかもう一応お腹が空いてたからご飯かなんか注文してさ、飲み物も注文してさ、デザートも注文してさ、 一人分、もう酒飲もうかと思ったけど、もう焼け酒飲もうかと思ったけど、まあソフトドリンクにしたよ。それをさ、一人でさ、パクパクもぐもぐ食べてさ、周りはさ、グループ席でさ、一人で来てる人なんていなかったよ。一 <laughs> 人で来てる人がいなかったけど、俺だけはね、4人の、 席を一人で座ってさそんでえー、まあ滞在時間30分ぐらいかな <laughs> まあずれた時間15分を考えると45分だけどでそのままそそくさと会計を済ませて帰宅しましたとああなんつうかさこう10代に の若者とか20代前半のぐらいのね若い人だったらまあまあこうそういうこともあるのかなって100歩譲るけどなんかアラフォーになってまでこういうことする人いるのかとはやっぱちょっとちょっと思っちゃうかな別になんだ付きあってほしいとかじゃなくて一応さこの日この時のために俺だって別に暇ってわけじゃないので生意気言うけど 時間を割いてさ、来たのにさ、5、10分、20、まあ30分ぐらいの付き合いだけでいいからさ、その場にいてくれればよかったのに、なんかねー、腹法になってもこういうことしちゃうかーっていう、こういうことする人いるのかーって、ね、やっぱちょっと思っちゃうよね。はぁはぁってなってさ、 うん、まあ相手が10歳、20歳とかだったら、まあ、まあまあまあって思うけど、俺より年上っていうのがちょっとな、それでこういうことすんのかと思って、うん、思いました、率直に。まあ自分にもね、まあ、プロ、なんか、なんか、うん、原因が気づかないところで原因があったのかもしれないけど、 うん、なんかね、<laughs> もう気分は落ち込むよね。で、その気分は落ち込む。帰り道のさ、電車の中で、その連絡をずっと取ってなかったじいさんに送ったんですよ。すいません、ちょっともう間空いてしまって。またお会いできませんかみたいな感じで。連絡を送ったんですよ。そしたら、ちゃんとね、返事が返ってきて、ああ、お久しぶりです、みたいな感じで。 で、俺が指定した日に、ちょっと、いついつは大丈夫ですかねみたいな感じで、送ったら、あ、はい、大丈夫ですよって。やっとちょっと私も落ち着いてきたんで、って。ゴールデンウィーク開けて、みたいな。なので、2回目、会う。約束を。 しましただから初めてだよね。1回だけ会う人は今まで何人もいたけど、何人かいたけど、2回目の会う約束を取り付けたのは初めてです。それが2023年5月19日金曜日、今日です。<laughs> 今日です。今日、この後会いに行きます。今撮影してるのがお昼、昼過ぎて午後2時なんだけど、午後2時過ぎなんだけど、これから会いに行きます。 夜です。ナイトデートです。初めての。2回目会うのも初めてだし、夜、夕方から夜にかけての役職をしたのも、このじいさんが初めてです。この動画を撮影して、かあのー、サムネの絵を完成させて、投稿したら、出かけてきます。はあ、うん、もう。 まあ結局うまくいかなかったとしても、うまくいこうが、うまくいくまいが、一応ね、こんな散々な目に遭おうが、H さんのバックレによって、<laughs> 一応俺は、こういうふうに動画のね、ネタにできてるから、まあまだいいんだけど、やっぱそうじゃない人は、まあうまくいかなかったパターン、 まあ、なかなかちょっとこれは、うん、確かにへこむわ、うん、もちろん自分にもね原因があるとは思うよそれは返事が来ないっていうのが返事現れないのが答えみたいなわ、ね、かるけどまあなんだろうなせっがない世の中ですね はい。<laughs> またね、あの、この、爺さんと、じいさんだ、じいさんと、どうなっていくかは、来月以降にね、まあ、もしかしたら Twitter でも軽く言うかもしんないけど、その時にね、定期的に、報告できたらいいなと思ってます。さすがに、さすがに、もう、一回会ってる人だから、 くれとかはないと思う。思いたい。信じてます、じいさん。信じてます、僕は。もうできれば、もう、あなたがいいです、俺は。もう、他のお相手探すの疲れたんで、あなたがいいです。っていうね、思いを込めながら、この後、会ってきます。 まあドタキャン食らってざまーって思った人もいるかもしれないけど、まだね、希望はあるんで、希望はあるんで、とりあえずちょっと早くこの絵を完成させて <laughs>、えー、終わらせないとね。まあ、今回はこんなところかな。また、来週、まあ来週はね、ちょっとあのー、このマッチングアプリの話はしないんですけども、また来週、 動画を投稿するんで、よろししくお願いします。まあ、あとあのー、さっきの最初、冒頭に言ったね、同人誌ですね、コミケで出したこのオリジナル同人誌もぜひ、よろしくお願いします。お疲れ様でした。